リノ・バンチュラは、イタリア・パルマ出身の俳優。フランス映画界で活躍した。イタリア・パルマで生まれ、幼い時に、家族で、フランスの首都パリに移住する。8歳で学業を止め、様々な仕事に就く。そのうちにレスリングを始め、グレコローマンスタイルを得意とした。第二次大戦後にはより稼げる仕事である、プロレスラーに、転身。1950年には、中量級において、 ヨーロッパチャンピオンにまで登り詰めた。しかし、怪我がもとで選手としてのキャリアを断念。そんな時、次回作のためのギャング役を探していたジャック・ベッケルに見出され、1954年に、ジャン・ギャバン主演の現金に手を出すなで、リノボリに名義で映画デビュー。バンチュラに感銘を受けたギャバンは、そのまま演技を続けるように助言したという、フィルムのワールやギャング映画に多く出演し、 1980年代まで活躍した。1987年10月22日、サンクルーの自宅で34年間のキャリアと75本の映画を残し、心臓発作で死去。去年68歳、エソンヌのバルサンジェルマンの墓地に埋葬される。ありがとうございます。